こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はいつもと違った感じのアイシャドウの塗り方とかも最近マンネリ化していたので、ちょっとそういうのとかも変えていったメイクをしていこうと思います。なので今日はちょっと気合が入ってるので、しっかりイヤリングもつけていろいろやったんですけど、そういう感じでね、今日はやっていきたいと思います。はい、ではお願いします。で、今日使ってるカラコンはこちらです。エンジェルカラーのアースクォーターというお色です。こんな感じでですね、ちょっと緑っぽいハーフっぽい感じのカラコンになってます。今日のテーマ的にお姉さん風なハーフっぽい人っているじゃないですか。そんな感じをイメージしてやっていこうかなと思っております。で、まず下地から塗っていきます。使うのはこちらです。ナチュラグラッセカラーコントロールベース1番を使っていきます。ラベンダーっぽい下地になってます。なので少し肌のトーンをアップしたい方とかは塗るとすごいおすすめです。塗っていきます。結構ナチュラグラッセシリーズは石鹸でオフできる下地っていう感じなので、肌に優しいのですごく好きです。この下地を塗るとツヤっぽい感じにもなります。しっかり目のとこにも塗りますね。こんな感じでツヤっぽい感じになって、でちょっとワントーン肌がアップしたかなぐらいになります。そしたらこちらを使います。ヘラフォアエッセンスビューティーパウダーライトベージュ00番フェイスパウダーを使っていきます。こちらはですね、結構穴が開いてるぐらい使ってるんですけど、カバー力があるもので、こうなんかいろいろ肌にもいい美容液成分とかも入ってたりして、でお肌も綺麗にサラサラに見えてくれるっていうので使っております。半分だけこちらだけ塗ってるんですけど、結構陶器肌のような感じで綺麗に肌が仕上がります。一回インスタで紹介しました。ちょっとねテカリを抑えます。粉浮きもしないですし、白く なりすぎずっていうので、すごく肌なじみが良いのでお気に入りです。そしたらですね、ハイライトを仕込んでいきます。使うのはこちらです。ロレアルパリライトワリングデュアルスティック6番を使います。こちらのベージュの部分を使います。この鼻筋の部分とかこの辺とかに今塗ります。ちょっとなじませていきます。結構こういう感じで今塗ってるんですけど、ラメラメが入ったハイライトみたいな感じなので、ちょっとねラメをお肌のこの辺とかに入れたいなと思ったので、今ベージュ系を塗ってみました。で、ノーズシャドウを使います。 AC プロコンティュアシェーディングブロンズベージュを使っていきます。こちらのこれぐらいの茶色の感じですね。こちらを鼻筋に塗っていきたいと思います。こう粉を取ってから一回こう手になじませます。で、それで塗っていきます。鼻の下まで結構伸ばします。今日は結構ハーフ系なイメージにしたいので、しっかりとシェーディングは入れていきます。で、ちょっと小顔効果にも見せたいので、この辺にもささっと入れていっちゃいます。そしたらですね、結構小顔効果だったりシュッとする効果が出ます。そしたらその後にこちらを使います。マックミネラライズスキンフィニッシュライトスカペイトを使います。ハイライトはいつもと使ってる感じと同じぐらいになっちゃうんですけど、これを鼻筋に入れます。この鼻の先っちょまで塗るとシュッという石原さとみさんのような感じのキュッという、なんだろう、鼻になれるっていうので、結構私はこう鼻のこの先っちょまでしっかりと塗るようにしてます。で、細いこの筆を使うことによって、私は結構鼻ペチャなタイプなので、あんまり広いブラシを使っちゃうとベチャっていう、逆にベチャって感じの鼻になっちゃうので、なのでね、細めのブラシを使っております。で、今ここの目頭のこの部分にも塗ってます。この唇のお山の部分にも塗ります。で、あとは顎の先ですね。こんな感じで今ハイライトを結構仕込んでおります。骨格を作っていったら次は目元に移りたいと思います。まず最初に使うのはこちらです。ファッシュリキッドアイカラーウォータープルーフホワイトを使います。とクリームタイプになっていて、開けるとこんな感じでになってます。手に取ってで、なじませていこうと思います。これがね、本当にウォータープルーフタイプなのでよれなくておすすめです。こう手に一度こうポポ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 ポとなじませて使います。程よい感じのラメ感が出てくれてすごく可愛いです。
これを全体に塗ります。さりげないこうキラキラ感っていうのが出るので、そのままベチョってつけるんじゃなくて、なじませてからささっと塗ってあげるっていうのが大事です。これを塗っとくと全くアイシャドウもよれなくて、すごいねおすすめです。リキッドタイプってよれちゃうんじゃないかって思うかもしれないんですけど、これはウォータープルーフなのでよれないし、もうすごいねラメ感がすんごい細かくて綺麗です。ホワイトって感じっていうよりかは細かいラメを塗ってる感じですね。そしたらお次にキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ17番を使います。こちらのベースの部分ですね、これをアイホール全体に塗っていきます。これは手で塗っていきます。今こちらだけアイホール全体に塗ってます。ちょっと黄みっぽい感じな色ですね。はい、ではアイホール全体に塗っていきました。そしたらですね、こちらのスタイル1という書かれてるこの薄めの紫ですね、二重幅より少し広めにのせていきます。結構アイホール全体気味に近いかなぐらいしっかり塗ります。今結構広めに塗っております。逆も塗ります。こんな感じで二重幅よりも少し広めに紫を入れていきました。そしたらライナーという書かれた部分ですね、こちらを目尻に入れていきたいと思います。でちょっと濃く出ては困るので、ここで手でなじませます。こう目尻から目の真ん中にかけて塗ってます。こういう感じで外から黒目の上っていう感じでスッと塗っていきます。そうすると今ちょっと派手派手さんなんですけど、ぼかしてないので、こんな感じでこっちが濃い紫、こっちが薄い紫みたいな感じで目尻だけちょっと紫をのせてます。でこの濃い紫をまた目の際の3分の1にも入れます。こんな感じで入れていきます。そしたらですね、何もついてないブラシで境目をぼかしていきたいと思います。ぼかす作業がかなり大事になります。ちょっと固めのブラシでぼかしてあげるとぼかしやすいです。こういう感じでしっかりめにぼかしていきました。そしたらですね、こちらを使っていきます。セザンヌのジェルアイライナー10番ブラックを使っていきます。鏡を下ぐらいに置いて、でちょっとまつげとまつげの隙間を埋めていくような感じで塗ります。まつげとまつげの間ですね、埋めていってます。結構これだけでもデカめな印象になります。中のまつげとまつげの間に入れていくのは大事で、こんな感じで今この辺線ヨレヨレしてるんですけど、後からまたリキッドでお直ししていきます。そしたらアイライナーで、私はアドンナのアイライナーを使うんですけど、さっきのこうガタガタガタっていう線の部分を直していきます。まだ目尻は跳ね上げません。でこの時目尻までしっかりシュッ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 ってやったら、ここからヒュッと軽くスッと線を描いて、だからシュッとつなげていきます。でこの隙間空いたところを塗っていきます。こうすると綺麗な猫目ラインが引けます。逆も同じように、このように目に合わせて描きます。それをねこう左右合わせて見てって感じでやって、ちょっと出して、ここからまた重ねて、で中の隙間を埋める。目尻は二
太めな綺麗な跳ね上げラインが作れます。はい、では今アイライナーを塗っていった感じです。私的にジェルアイライナー、ペンシルとかでやるよりかはリキッドライナーでやるのがすごくやりやすいです。やっぱ目尻とかも細くて引きやすいですし、ジェルアイライナーとかだとくちゃくちゃってなっちゃうことがあるので、これはこのまつげとまつげの隙間を埋めるのに使って、でそれで修正でこういう感じのリキッドライナーを使うっていう感じでやるとうまくいったりとか、キャットラインっぽい感じでしてます。そしたら先ほどのこちらですね、ロレアルパリのこの白っぽい部分を涙袋に入れていきます。さっきの紫と重ならないように塗ります。これは涙袋からはみ出ないようにお気をつけください。すごい綺麗なの分かりますか？ラメが紫っぽいラメとかがいろいろ入っていて、すごいこれをね、私最近涙袋に入れるのにハマっています。で上からちょっとこれをなじませていきたいので、こちらの先ほどのベースの部分ですね、これを涙袋に入れていきます。涙袋はやっぱチップで入れてあげるのが一番簡単にうまくいきます。で今涙袋は終わりです。そしたらこちらの真ん中のトッピングジェルを濃い部分と薄紫のこのね、この隙間が空いてる部分があるんですけど、そこに入れます。手で塗ります。ちょん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 って感じで塗ってます。濃い部分と薄い部分の境目の部分にちょんちょんちょん入れます。アイシャドウはこんな感じで終わりです。真ん中にラメを入れてあげることによってパッと明るい印象になったりやったりで、上にここまで広げすぎてしまうと結構派手なイメージになってしまうので、先ほどのこの二重幅より広めに塗ったぐらい、もうここの線に合わせていく感じで塗っていくのがちょうどいいかなと思います。でちょっとまだちょっとアイライナーをしっかり乾かしたいので眉毛を描いていっちゃいます。はい、では眉毛はこちらを使います。レアルパリブローアーティストデザイナープロを使います。で今日はしっかり眉毛キリッとさせていきたいので、ちょっとこのブラシでささっと眉毛をなじませてから、てるペンシルの部分ですね、こちらのペンシルを使っていきます。まずはこの眉頭からしっかり今日は輪郭を取っていきます。こういう感じのキリッというね輪郭を取ります。外枠をこう埋めてる感じですね今。でキリッとした感じのこの眉毛をですね、ちょっとケンシロウっぽくなっちゃうんですけど、こんな感じで塗っていったら、真ん中のこのチップっぽい部分ですね、これを全体に塗ります。塗り絵方式でいきます。で眉尻の足りない部分をしっかりペンシルで埋めていきます。こういう感じでしっかり眉毛は今日は描いてます。で眉頭の上までこうは引かずに、下から描いてるんですけど、こう上にこうサッ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 と眉頭はぼかします。そうすることによってちょっと不自然感をなくします。そしたら逆も同じように引いていきます。でちょっとここの辺が毛が足りないので、この部分ですね、ここに毛ファイバーが入ってるのでマキアージュのアイブロウパウダーは、なのでこれを眉毛に足していきます。足りない部分だけですね。こんな感じで足していきました。はい、で眉毛はこんな感じで描いてます。そしたらですね、眉毛眉マスカラ塗っていきます。使うのはこちらです。ビセのカラーリングアイブロウマスカラブラウンの2番です。いつもブラウンの1番で少し明るめを使ってるんですけど、今回は少し暗めを使っていきます。こんな感じでしっかり眉毛を描いていきました。そしたらですね、マスカラをしていきます。使うのはこちらです。キングダム TS マスカラベースというものを使っていきます。
ちらの最初にマスカラベースの方を塗っていきます。マスカラベース塗るだけで結構変わりますね、これ。そしたらマスカラの部分ですね。それでマスカラを塗っていきます。はい、ではマスカラを塗っていきました。結構伸びます。で、マスカラを乾かしてる間にこちらを使います。キャンディードールモイスチャーリップエッセンスリップ美容液を使っていきます。すごく人気だった商品がまた復刻したらしいので、唇が今乾燥してるのでちょっとこれで潤しておきます。日中乾いてきたなっていう時にこれつけてもいいですし、結構リップ代わりにつけたりとかしてもいいと思います。で、さんとかだったらこれぐらいの色味だったらなんかこう全然これリップなんですけどみたいな感じで言えると思うので、学校メイクとかにもこれぴったりなんじゃないかなと思います。そしたらつけまつげをつけていきます。使うのはこちらです。 ティーアップアイラッシュローラコレクションの3番を使っていきます。これ芯が透明タイプなのでちょっと二重にはならないかもしれないんですけど使っていきます。このカラコンの終わりぐらいが目尻の終わりが来るくらいまでに、結構上向きにつけていきます。こんな感じでね、ちょっと自然な感じのつけまつげに最近はハマってます。芯が薄い感じのつけまつげをつけるときはピンセットを使うとすっごく楽につけることができます。つけまつけた感じです。で、下マスカラも先ほどのこちらのマスカラを使ってかなりがっつり下マスカラも塗っていきます。まずは下地です。マスカラで塗ります。こんな感じで下マスカラもがっつり塗っていきます。今日は芯が薄いので二重にならなかったんですけど、結構これだけでもメデカ効果があるなと思うので、ちょっと今日はもう二重にしないでこのまま行こうと思います。でもまあ二重にしたい方はこれにプラスして二重のいつも作ってるもので二重にしてもいいと思うんですけど、ちょっと今日はですね一重で仕上げていこうと思います。さあチークを塗ります。使うのはこちらです。 CCE ヌードピーチを使っていきます。これもちゃんと手になじませて使います。今日は簡単にさささっとこの骨あるじゃないですか、ここのグククっていうここの骨、ここをこうさっ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 と塗る感じで大丈夫です。こんな感じでですね、ちょっとベージュ系を塗ってます。で、そしたら先ほど塗ったリップを一回ティッシュオフします。で、そしたらこちらですね、ロレアルパリのシャインオン925番を使います。ちょっと全体的に一回ホログラムを塗って、でほんと可愛いからもうすごくお気に入り、最近のこちらを使います。ニクスソフトマットメタリックリップクリームというものを使っていきます。 SMMLC11 というオイルですね。で、先ほどこうグリッターを塗っていったので中心に塗ります。リップの唇ので、外側になじませていく感じで作ります。まん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 まってやりますね。で、なじませます。そうするとちょっとグラデーションリップっぽい感じで簡単に作れるので、ホログラムのリップの上に濃いめのマットのものを作ると結構簡単にうまくグラデーションリップが作れます。唇の内側だけにつけてまん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 まってやるだけです。はいはい、ではそしたらメイクの完成です。はい、では今日はこんな感じでですね、久しぶりの
急遽になっちゃったんですけど、一重のメイクをしていきました。全然あれ二重にしてなくてもいけるじゃんと思ったので、結構このメイク法派手なんですけど、色とかもかなり使ったんですけど、一重さんでも全然綺麗系なかっこいい系なクールな感じになれるみたいな感じのメイクになりました。なんかこのかっこよさが出るのはこの一重だからかなっていう感じがあります。はい、ではですね、今日は急遽一重メイクなんですけど、久々に一重メイクができて嬉しいです。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。